藤井一氏は、日本の海軍軍人。海兵53期卒。5.15事件を起こした海軍青年士官の指導者で、革命児と称された人物であり、また、日本海軍登場員最初の戦死者の一人である。戦死による一階級昇進で、最終階級は、海軍少佐。1904年、明治37年8月3日、長崎県平戸に生まれる。 本席は佐賀県。父は炭鉱主であったが事業に失敗し、藤井は祖父、ついで親族の山口藩六に引き取られ養育を受けた。山口は孫文の革命運動に協力した人物であり、藤井は大きく影響を受けたと言われる。佐賀中学を卒業するにあたり、山口は藤井に外交官を進めたが海軍士官の道を選ぶ。面接試験は 佐賀県庁で行われ、面接に当たった海兵教官は、藤井の人物に感嘆したという、学科試験に合格し、海軍兵学校に進む。席次は3番であった。藤井が入校した頃の兵学校は、ワシントン海軍軍縮条約の影響で、兵学校の採用生徒数が削減された時期であった。52期生は236名であったが、 藤井ら53期生は62名である。後続である、伏見宮弘信を、戦後に、海上自衛隊の会長となる、福知信をらが、藤井の同期生である。入校後の藤井は、勉学に力を入れることはなかったが、目立つ存在であった。同期生の小手川勝彦と大アジア主義を唱えて、問題になり、兵学校側は対抗させることを考慮している。対抗を免れた。 藤井であったが、時の軍令部長、鈴木幹太郎が来校した際、軍縮条約を非難し、アジアの解放を訴える演説を行った。こうした中、藤井の母校、佐賀中学出身の生徒を中心に、藤井に共鳴する者が集まっていった。兵学校の休暇中は、東京に行き、大川周明、安岡正敦らの地遇を得ている。百二十五年七月海軍兵学校、 卒業。席次は27番であった。総工巡洋艦、岩手乗組として、遠洋航海に参加。帰国後、軽巡洋艦、ゆ良乗組となり、翌年、12月海軍将尉に任官した。1928年6月、戦艦、不装乗組を経て、同年12月、海軍中尉に進級し、第13駆逐隊夫となった。母校の暮から、 再三海兵を訪問し、在校生と会合を持つ。1929年11月、第20期飛行学生となり、霞ヶ浦海軍航空隊に赴任。司令は、小林小三郎少将であり、末次信政と共に、藤が最も信頼する海軍軍人であった。胴体には教官に新兵隊事件に関与する山口三郎、終戦時の 第302海軍航空隊司令、小園安明、学生として、兵学校以来の同志、小賀清がいた。この時期に、井上西将、立花の幸三郎、近藤清慶らと交わりを持つ。大村航空隊府を経て、1931年12月、海軍隊員に進級。空母、加賀乗組となり、第一次上海事変に出生した。空母、 かが攻撃隊の第二小隊長期操縦員であった。藤井は、上海上空で撃墜され、機長、矢部常五郎隊、電信員、芹川領十11等航空兵と共に戦死した。なお、この日、空母、包渉戦闘機体が、日本海軍史上初の空中戦闘を交えている。藤井は、青年将校の間で高まっていた、国家革新運動の海軍側の指導者であった。 平学校以来の同志と王子会を組織し、発足当時の会員は10名前後で、ロンドン海軍軍縮会議の頃は40数名に増加している。この嘘使いは、政党政治を非難し、国家の改造を目的としたものである。藤井は西田勢が組織した天根県党に加盟し、陸軍青年将校との連携を図っており、10月事件への参加も考えていた。 しかし、橋本金五郎らに不信を抱き途中で離脱している。1930年のロンドン海軍軍縮条約批准には強行に反対した。海軍大臣、宝部兵が軍縮会議から帰国し、東京駅に着いた際に、売国全権宝部を釣り迎えすと書かれたのぼりを掲げたのは、藤井、三上拓羅である。 その後も、有国外ことと名付けた冊子を海軍部内に配布し、禁親7日の処分を受けた。しかし、藤井は右翼団体と結び、海軍省や浜口有幸内閣の揺さぶり工作を行い反対活動を継続している。藤井に影響を与えた人物に、大川周明、井上日章、権藤成慶らがいた。北一期ともつながりはあったが、 農本自治社会を唱える権動に共鳴していたという。また、大洗の五国道を頻繁に訪れては、所在していた井上と議論を重ね、名約を結んだ。なお、井上の兄は殉職した、井上文雄海軍中佐である。国家組織の改造を志す藤井は、大川から革命計画を聞かされ有約していたという。その計画は、満州で、品人を利用して、 日本人を数名殺害させ、日中間の対立を起こすことで国家を混乱させ、それに常時議会を襲撃し革命を成し遂げるというものであった。しかしこの革命計画に激怒した井上日章に叱責され、藤井は面目を失った。藤井は目的達成には指導者層の変革が必要であるとし、実力行動を考えるようになる。 井上から四つ本義隆を通じて1932年2月の決起を伝えられ、藤井は同意を与えていたが、1月に発生した第一次、上海事変に出征することとなり、実力行動に移ることなく戦死した。藤井の戦死は2月5日であったが、井上を中心とした、決命団事件は2月9日の井上淳之助、暗殺で始まった。海軍側の同志であった。 三上拓、小賀清志らは5月15日、犬飼武史首相を総理官邸において射殺した。ありがとうございます。